やっぱり私が出た時代っていうのは、女性がカメラを持つっていうことに対してすごい差別だったみたい。昔はやっぱすごいかっこつけて怖い女みたいなイメージを作ってた、わざわざ。全然そうじゃないんだけど。石内美代子です。まあいわゆる写真家と言われてます。年はあんまり関係ないと思います。1947年生まれです。この1947から私の写真人生が変わったんですよ。40歳になったら私びっくりしちゃって、自分が40歳まで生きるなんて夢でも思ってなかったからね。40年間の時間を取ろうで、時間というのはどこにあるかなって考えて、ね、身体の一番過酷な手と足に時間が溜まってんじゃないか。で、50人の同い年の女性に会って、ね、手と足を取らせていた。で、まず高校時代の友達に、ね、まずあれして。でも私はやっぱりナショナルに出会ってすごく感動したし、まあ、手と、ね、手もそうだし足もそうだし。体の末端ね、なんか一番人間臭いところだね。だから手と足にその人の人生が出てる。足の裏にタコができてたり魚の目ができてた、それはその人の本当になんかこう時間の塊、だからまあそういうふうにして、私はその人があんまり触れたくないものや見たくないものをきちっと見ようっていうね。同い年の女だもん。全部自分なんだ。50人分全部私。一番初めに。これ荒木優子の写真。一番初めのモデルですからね。で、一番初めに死んじゃった。42歳で死んじゃった。だから彼女は写真集見てないの。見る前に死んじゃったね。だから写真集はもう荒木優子に捧げてるんですよ。こういう大きいのを作るときは仮設の部屋2つ、8畳間と6畳間暗室にしてたから、通常の暗室とはちょっと違う空間を作ってた。だからもう体力的にもうこんなプリントできないからでもこれもなんか傷ついちゃったから、でも捨てることができないから置いてあるわけだ。で、今までは風景撮ってたでしょ。それが急に身体に行ったからすっごく批判されたの。若い女の手と足ならいいけど、40の女の手と足を見てどうすんだみたいな。いや、そんなもんですよ世間なんていうのは。いや、いろいろ言われたんだよこれ。でも別に私はどうでもいいことですよそういうのは。運がいいんですよ私。27ぐらいグループ展から始めた。初めて展示した時にトーマスさんとか深瀬さん、森山さんにいなかった荒木さんとか、で来て、私は無名の新人だよね、はい、初めて展示するから、はい、そしたらなんか私が一番いいってトーマスさんが褒めてくれた。でびっくりしちゃって、そうかな思い出。木村編集は79年、家アパートの部屋に一番初め新品でしょ、ね、で住んだ人がいるじゃん、でまた変わってどんどんこう人のさ匂いとかさ釘とか赤とかさ、そういうのを撮りたかった。だからもうそこにはいないけれども、人が残した何かがアパートっていうのは濃厚にあるんじゃないかなと思って撮り始めた。あんまり写真家になろうって気がなかったの、ね、そしたら賞もらったから急でなんかもう世界が開けちゃって、困ってない日本中のメディアから全部仕事した。で、私の場合写真見ると女っぽくないんですよ。でしょ、はい、そうすると「作家の奥さんですか?」なんて言われてさ、ちょっとやったら面白くない、あ、こんなことはやめた方がいいな。そんでやめちゃった。25年ぐらい私は一切仕事してなかった。マザーズ、これがマザーズというお母さん、うん、意識47のあと、うん、身体にずっと行くわけですね。これはやけどの傷は実は台所で天ぷら油をに火が入って、はい、それを持って庭に放り投げた時にかぶっちゃった。で前から私傷を取ってるから取らせてねって言ったけどなかなか OK してくれなくて。この時はちょうど彼女が83歳の誕生日の日だったのかな。珍しくいいよって言って取らせてくれた。でその年の3月が誕生日で12月に死んじゃった。うちの父より7つ上だったのね。で母はすごい割と控えめで無口な人で地味な人。父とはすごい仲良かった。母とは今一つあんまり仲が良くなくて、でやっぱりちょっと母が亡くなったの思いのほかショックでそんな仲は良くなかったんだけど、なんかすっごい思わぬ悲しみっていうのかな、ちょっとどうしてか分かんない悲しみですよね。それでしょうがないから残されたものとりあえず。でこれはタクシードライブ、うちの母この車運転手、アメリカのダッチブラザーっていう1958年いっぱいあったの下着が。で一度も着てないのとかね、全部取り切れないの。これだってごく一部だった。ガードルがいっぱいあったかな。お腹がね膨らむの嫌ってたそれは知ってたんです。口紅は赤くないとダメね、モノクロで撮った時が薄汚くて、ね、やっぱり口紅っていうのは赤くなきゃいけないなと思って、これからカラーになった。入れ歯だっていっぱいあって、要するに合わないのをみんな置いたの。これは髪？うん、ウィングですね。水洗とは全部お風呂場でやってたの私初期の頃。であんまりにもみんなが寝ないとできないから母が2階に作ってくれたんですよこれ。それを持ってきた。そうだね、よく考えたらね。やっぱり肉眼で見るより写真で見た方がいいね。やっぱすごい客観的なもんだから写真っていうのは。そんなに感情的なもんじゃないんだよね。どうしても母と私とどっかで感情的な何かがあったから、まあ逆に彼女がこうやって撮らせてくれたっていうのはね、まあもしかしたら知るのが分かってたのかですよく分かんないんだけど、不思議な、何だったね。マザーズがたまたまベネチア・ビエンナーレにね出たでしょ。はい、それを見た人が結構いっぱいいて、美術館からフリーダの遺品を取ってほしいって来るわけですよ。母がどんどんいろんな人を連れてきてくれたと思ってる。だからなんか本当に今母にかけてるんです。だって35ミリで自然光だからさ、助手なんていらないんだよ私。ニコンの F3 ですよ。F3 を2台フィルムしかない。てか私コンピューター持ってないね。それと携帯も持ってないから固定電話とポストとファックス、撮るのあんまり好きじゃないの今も撮影嫌い撮影がなくて暗室だけあればすごくいいと思います。いや私展覧会の写真も全部自分でプリントしてるからすべてドールもモノクロは全て。昔はその中でご飯食べたりタバコ吸ったりいろんなことやるなんか暗室にいるとまあ言ってみればさ現実逃避みたいなのが真っ暗にしてセーフティーランプをつけてやるんですよ。なんかさ、トリップしてるような感じ。私だから若い人勇気何にもないの。だから私は先生がいなかったし、学校も行かなかったでしょ。でも自分で考えてやってきたから、一人でやれよみたいな若いやつ。たくさんそれなりに若い時いたんですけど、でもみんなやっぱ結婚して子供を生まれるとやめてしまう。じゃないの。女性だっていろんな人いて、まあ女も女だなと思うとこもある。でも私は別に写真ということじゃなくて、自分がどうやって生きるかってことが大きかったから、中途半端な形で生きたくないってことがあって、でまあ写真こういうふうに何歳だか38歳ぐらいなのかな、私あんまよく分かってないんだけど。ここまでできたってことは、まあ一つのこうね、生きた形だから、まあ筋は取ったかなと。